い、皆さんこんにちは、マナリグルビシです。では今回はハーツオブアイアン4、マンザガンアメリカ軍プレイ続けていきたいと思います。でですね、ちょっと海軍の方またいじってました。またいじったのかという話なんですけども、前回最後にね、紹介部隊も設けますとお話してたと思うんですが、一応紹介部隊を第一艦隊と第二艦隊の中に設けました。駆逐艦からなる紹介部隊になります。あとですね、まだ海戦している領域に派遣していない第一艦隊なんですが、この第一艦隊の空母レンジャーとヨークタウンに関してはですね、レーダーを装備したこのヨークタウン R というもの、 R はレーダーの R ですけど、これにね改装していきたいと思います。まだ、すぐに戦闘という状態ではないので、一旦改装します。179日か、結構かかるな。日本軍との海戦予定が40年と考えてると、まあ半年なんとか改装進ませよう。レーダーはやっぱり欲しい。改装します。ああ、でもこっちか。普通のヨークタウンの方はそもそも32日で行けるね。変更部位が少ないんだな。じゃあこれで行きましょう。32日でヨークタウンにレーダーが取り付けられれば御の字ですね。で、サラトガ、あとレキシントンにももしね、やるってなると結構しんどいので、ちょっと設計だけしてみましょう。実際にそれを使うかどうかというのは別にしてですね、設計だけしてみましょうか。空母の船体の位置ですね。なので空母船体で言うとこれか。いやー、これを即席空母として使っていくのはなかなか微妙だよね。まあ一旦設計だけしてみましょう。まずは格納庫、格納庫は絶対に最低3つは必要なので、格納庫をつけて対空兵装をつけますと。で、レーダーはね、さっきと同じものをつけて、これで一旦名前をつけてみますか。サラトガ、いや、レキシントンかな。レキシントン R と名付けて、これに改装した場合、すんなり改装が終わるんだったら、改装ありかなと思うので、一旦見てみましょう。レーダー付きのものにできるかどうか。経験値23使っちゃいましたが。じゃあこれでまた海軍の、空母の方に戻りましょう。無理だね。なので一旦このまま行きましょう。で、あとは、このあたりだね。改良できると言われてもどう改良できるのかだよね。ちょっと見てみると、11日か。何が変わってるのか、ちょっと確認しましょう。魚雷の発射管とかかな。2までいけるもんね。ちょっとこれで確認してみますか。爆雷は変わらずでいいよね。で、小型対空、手法もこれでよくて、対空兵装は2。火器管制システムはいいよね。まあ、ソナーか火器管制システムかってちょっと微妙なところですけど、ね、どっちを取るかという意味では。で、こっちではレーダーかソナーかだよね。で、今ソナーにしてますと。で、魚雷を積んで、小型エンジンに。A3 で一旦見てみましょう。これで改装した場合どうなるか。すごく時間がかかるとなるとちょっとやる価値があまりないので。16日でいけるんだ。そうすると、駆逐艦の半分をレーダー、もう半分をソナーみたいな感じにしちゃうといいかもしれないですね。
ちょっとその方針で考えよう。なので、これをじゃあ名前を変えていきましょう。初期型の、初期型。初期型。駆逐艦。レーダーと初期型駆逐艦のソナーで S にしましょう。これでそれぞれ、レーダー付きのもの、ソナー付きのものに、まあ、半分ずつと厳密にしなくてもいいので入れていきましょうか。じゃあこっちがソナーなので、ソナー。これでいきます。命名。で、こっちがレーダーなので、レーダー。これでどうですか？で、階層を早速していきましょう。これに、初期駆逐艦 R、レーダーになってるよね。レーダーなので、これに階層、17日。これも、レーダーに変えていきます。まあ、全部変えていくとちょっとしんどくなりそうなので、まあ、4隻まず入れちゃいましょう。で、そっから、続いて、S の方に変えて、ここをソナーに変えましょう。なんか操作が微妙な感じがするけど、一旦これでいこう。ここの回収の仕組みというか、出てくるものがどういう感じになってるのか、いまいちちゃんと理解できてないな。もう少し勉強しなきゃいけないですね。では、これで時間を進めていきましょう。第一艦隊はもうだいぶ、これで立派になりそうだな。採掘の3ですね。採掘の3ができたんで、次建築に進む ?40 年の。いや、結構重たいよな、40年の建築に進むってなると。となると、レーダー行ってて、改良火器管制システムか、欲しいな、欲しいよ。やろう。いや、でもレーダーも欲しいよな。暗号解読も欲しいし。どうする？いや、ここは火器管制で行こう。日本軍との海戦の前に。入れておきます。で、こっちの艦隊がどうなってるかというと、グアムでドック入りしちゃってるけど、一応この後合流するでいいのかな？合流するでいいよね。こっちも合流するでいいよね、駆逐艦。OK だ。で、今余ってるのは、潜水艦。今予備艦隊見てます。潜水艦。潜水艦。潜水艦。この潜水艦はもう一緒にしちゃいましょう。まとめておいて問題ないと思うので。あと、海兵隊とかもそろそろね、用意していきたいなというところなので、研究の枠はいくらあっても、足りない。そういう状態ですね。では、海戦の方を見ていきましょう。イギリス海峡。右側がアメリカ軍で、左側が、まあ、ドイツですね。まあ、ドイツの方が潜水艦が退避していくようなので、まあ、特に大きな海戦になることはなさそうです。で、駆逐艦艦隊が第二艦隊に合流したら、主力艦は一旦、イギリスの本土のどこかの、海軍基地に入れさせてもらって、哨戒艦隊で哨戒させるという形で行きましょう。まあ、正直言って、このアメリカ軍の場合だと、画面の上にマンパーイって今出てますけど、燃料に困らないので、主力艦をそのまま当たらせてもいいんですが、哨戒活動に。
まあ、今後違う国でプレイするときの、まあ、練習も兼ねてというところで、紹介艦隊で紹介させましょう。まあ、間違いなく日本でやると燃料が全然足りないってことになるんだと思うので、まあ、そのあたりですかね、心配なのが。で、さっき何隻か海藻に入れたので、海藻がどうなってるかだな。修理球の方も結構修理必要なの溜まっちゃってるしね。ただし、今欲しい改装待ちのものがさっさと改装されてくれれば一番いいよね。改装がサクッと終わってくれればいいんですけどね。あと陸軍の方はちょっと見ておきましょう。陸軍はマッカーサー元帥の下に入っている遠征軍と称した6師団、モスクワ条約が先に締結されてんだ。まあそれは置いておいて、師団の方がもうちょっとで東海岸に着きますね。お、マジックか。完了したね。そしたらブラックチェンバー行って、レンドリースやって研究枠をもう一個ゲットしていきます。ボストンまで移動しちゃいましょう。このまま。6個手段で何できるんだっていう話はあるんですけどね。大兵力のドイツの前に。ここもイタリアの潜水艦相手に、アメリカ軍の第2艦隊の空母艦隊が、まあ迫っているという状態ですね。で、後方には一応イギリス軍もついてきてくれているものの、まあ正直言って、艦隊戦にはならなそうですね。政治力使ってあとは何かできることあるかな。緊急交渉移転、千住国際。千住国際やると効果としては、消費工場が180日間マイナス 5% か。むちゃくちゃ美味しいかというとそうでもないよね。そうなると、製鋼所だね。製鋼所12。いや、本当に製鋼所今、いくらあっても足りないから。これで、もし、貿易の量を調整できるんだったら、貿易の量を調整しちゃって、その分民需工場に回しましょう。ちょっとでも、建設の方に回したいですからね。さて、そうすると、ヨークタウンのレーダー付きのものが、早速、いけそうだね。1940年の2月2日。で、ヨークタウンのレーダー付きのものが、ロールアウトできますね。
これで日本軍との戦いをより優位に進められると期待しましょう。さあ、時間切れになろうとしてる施策は何だ？といってももう政治力が3しかないので、仮に何を言われても、もはや、それを実行する力はないんですが。では、ちょっとここからまた時間をザザザッと進めていっちゃいます。はい。ちょっとね、残念ながら見過ごしてしまったようなんですが、結構大規模な艦隊戦があったようです。第二艦隊ですね。中身ちょっと見ておきましょう。一応、アメリカ軍単体での参戦になっていて、まず、味方なんですが、駆逐艦4隻、撃沈されてます。さらに戦闘機2機これも撃墜されているんですが、代わりに結構大きな戦果があってですね、まずはドイツ軍の戦艦2隻 BB なんで戦艦2隻撃沈してます。あとは巡洋戦艦3隻撃沈してます。しかも1隻これ機関が入ってますね。あの黄色く輝いているのは機関、ドイツ海軍の機関です。これ撃沈してますね。さらに、計14艦を5隻、駆逐艦を7隻撃沈したということで、かなりの大戦果だと思うんですよね。ちょっと残念なのが、うかつにもこの大艦隊戦を、リアルタイムで見れなかったと。まあ、何やってるんだ、間抜け目というところなんですが、ちょっとそこだけね、悔やまれるんですが、一応このドイツ海軍との艦隊戦、海軍の艦隊戦は大勝利と言っていいかなと思います。これででももうほぼドイツ海軍なんて、まあ言い方、こんな言い方すると大変失礼ですけど、ドイツ海軍はほぼ壊滅させたと言ってもいいんじゃないかな。どれくらいの戦力があるかね、ちょっとわからないんですが。まあただ、駆逐艦4隻を失ったという事実があります。こうなってくるとにわかに上陸作戦というのがね、現実味を帯びてきますね。じゃあ第二艦隊は一度艦隊引き上げますか。第二艦隊。イギリス海峡で交戦中。内容だけ一応確認しとく。ここもイタリア海軍が逃げていくだけだよね。となれば、一度、第一艦隊は寄港しましょう。ウェールズに寄港。その上で修理、ドック入りします。今、交戦中なので、これが終わり次第、一度ウェールズに入って、ウェールズでドック入りです。で、着々と、改装自体は進んでますね。
火器完成システムの2が、研究終わったんですけど、改装に結構な鑑定数入れてしまったので、ちょっとここ、計画性なかったですね。この改良型火器完成システムが、研究終わってから、ドック入り、改装すればよかったなっていうのがちょっと悔やまれます。が、研究枠が1個空いたので、次の研究、何にしようかちょっと考えていきましょうか。まずは、ドクトリンの方は今、陸軍入っていて、海軍はもう、最後まで行ってるので、放置でいいですと。そうすると、装備かな ?40 年。今、1940年なんで、トンプソン研究しちゃいましょう。3D モデルだとこんな感じです。ちょっとよくわかんないですけどね。何死んだお前っていう感じですけど。一応これを研究しちゃいましょう。国家方針はさっきちょっと見ましたが、ブラックチェンバーの後は、研究枠一つ手に入るので、これでまた研究の速度がね、上がるんじゃないかなと期待してます。で、研究行った後どれ行くかだよね。マンハッタン計画がある。核技術の研究ボーナス 100% がつくんだ。こっちも欲しいんだよね。アメリカ科学研究所。こっち行くとなると、調整保証法から入っていかなきゃいけないんだな。ちょっと時間かかりそうですね。そうすると、研究の枠で核関連の開発どうなるかちょっと見てみますか。核関連は、ここか。317日、まあ1年ってことですよね。で、ボーナス 100% がつくとしてもだ。ルーマニア、ソビエトの話ですね。今、ポップアップで出たのは。そうすると国家方針としてはマンハッタン計画、先に入れちゃいましょう。政治力が厳しいよね、本当に。そうか。イギリスに対して、もう、関係改善とか、行う必要ないよね、今思えば。ユーゴが降伏。そもそも何もしてなかった。いや、してるじゃん。いや、してないね。関係改善もしてないもんね。いやいや。政治力が全然溜まってない。そしたら、空軍ドクトリン次どれ行くかだね。三者択一になりますね。戦場支援。航空優勢がプラス 20%。プラス 20% は大きいな。あとは、要衝爆撃。戦術爆撃機。あんまり持ってないけど、これ魅力感じないね。続いて、大規模支援統合。地上支援プラス 20%。これ嬉しいなぁ。どっちにする？統合支援か。戦場支援か。いや、制空権欲しいね。航空支援にしましょう。で、陸軍の方は、一応イギリスの方に渡ってきたでいいかな？いいね。イギリスの方に入りましたね。陸軍。まあ、6部隊ですが。これでいつでも上陸は可能。まあ、ただし6手段だと跳ね返される可能性が高いんで、まあ、ちょっとね、闇雲に少ない兵をすり減らすというのはやめましょう。
はい、ここでブラックチェンバーが完了したので研究枠を取りに行きましょうというところで、科学者の避難地、これをやっていきましょう。これが終わるとね、また一つ研究枠が増えますので、並行で研究できるものが増えるということになると思います。ではちょっとね、霧がいいとかそういうわけでもないんですが、まあ、早送りの時間とかは別にしておおよそ1時間ぐらい経ったので、今回はじゃあここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしたいですって言おうと思ってた矢先、どうだこれ、アフリカにイギリス軍が上陸仕掛けてるね。これにちょっと相乗りしたいな。相乗りできる？今第三艦隊はミッドウェイに入ってるよね。第三艦隊に入ってるミッドウェイを紹介任務で、いやー、この第三艦隊ミッドウェイからこの激戦の地地中海に送るのは危険すぎるな。となると、まあ陸軍そのままこのイタリアに上陸させることができるかどうかっていうところですかね。じゃあね、そのあたりは次回、ついに陸軍を動かしていこうかなというところで、お楽しみにしていただければなというふうに、そのように思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。